今日前髪をね下ろしてない、下ろしてないっていうかずっと家いたから、今日は下ろさずに行こうかなって。こんばんは。あのね、眉毛だけ描きました眉毛とリップはね、さすがに全く色味がなかったら本当？そう、そうなんですよ。最近は眉毛を、眉毛の形を整えましたこの間ちょっと細めにした。向こうに現地から追加できなかった。うそー、うひょうひょー、ありがとう。そうだ、お話し会ね完売してたんですよ。ありがとうございます、本当にありがとうございます。楽しい。今ねメールまだ届いてないかもしれないけど、ありがとうってメールを送ったんですよ、ちょっと前ぐらいに。ありがとう、楽しみにしてる、いっぱいみんなと話せるの楽しみ。ありがとうね、本当に。自分でたと、自分でなんかお店行くのもいいけど、お店行くのが毎月行くのがちょっと大変だから自分で整えるこんばんは。こんばんは。ツーショットもね楽しみ、ツーショットも撮りましょう。マキさん眉毛のお店ね1ヶ月整えないでとやったけど我慢できなかった。そうなんですよね、眉毛のお店に行くんやったらそう1ヶ月間形を整えちゃいかんけど、私もそれが耐えられなくてお店には行ってない一回だけ整えてもらったことあるけど、お店で横顔みたい、横顔横顔合ってるかい。そうなんよ、なんかさ眉毛のお店はさこういうなんかなんていうやつだっけ、なんかワックス、わかんないけどなんかこういうピローンってなんかつけてピャーって剥がすんよだからその剥がすために眉毛を剃ってしまうとそのピャーって剥がれないから全部ピンセットでね整えないといけなくなっちゃうから、お店行くんやったら絶対伸ばさんときゃ、お店も整える眉毛がないやで。え、そう、全部ピンセットでこうちまちまやらんといけんなるから。私ねあんまり眉毛がまずないんですよ、本当に薄くて生まれつき。だからね別になんか自分でもできるかなと思って自分でそう本当に眉毛がね少ない、私量が松江くんはしてない、松江くんねしちゃダメな、あの松毛パーマはしていいんですけど、私松毛パーマしたらあの液体があんまり合ってなかったらしくて肌に目が腫れちゃったので松パしてないんですよ。必死にねあのいつもビューラーで上げております。でもメンバーはそのメンバーはね結構松パ行ってるのだからね、もういつでもキュルンとみんな上がってるからすごい羨ましい
然分かんない。もう本当に無理やりねじ上げてるんよ私の場合は。そう、そのパーマの、パーマする液が合ってなくて、ちょっとまつげだけあげようかな今せめてでもの、全然メイクしてないから。そう、今日は8時50分ぐらいになったら読みますね。松葉でも晴れちゃう。そうなんよ、松江区はどうなんだろう、晴れるかな、体調良くなった。ありがとう。なんかね、朝起きたらめっちゃ気分が悪くてって思ったけど、寝たら治りました。まつげが挟まれた、小指が上がる私マイク持っても結構小指だけ曲がっちゃう人の、こうやってなるよね。ビューラー怖い？ビューラー、たまにでも挟んだことあるよ私も。小指がこうなる小指がどうしても、でも私あんまり長い、まつげが長いわけじゃないんですよ、ね、でもなんか量はある気がするから伸ばしたいなって今思ってる。痛くないよ、痛くないよ、くるんと、くるんと、あ、狩りができてわかんないけど、くるんと、くるん、あれを作りましたので報告して。見たよ、ももちゃんメールで、ありがとう、めっちゃ嬉しかったビューラーで、ビューラーホットカーラーで温めてそれをまつげ上げて。いるよね、なんかこのビューラーをドライヤーでボーって温めてから上げてる子いて、でもかこの間なんだっけ、竹串をヘアアイロンで挟んであったかくしてって上げたらめっちゃ上がったそう、感動してた、あ、めっちゃ上がると思って。ももが好き、ももが好き、あっちってなんかこれはあっちってなりそうだから怖いけど、竹串は大丈夫。まつげにダメージ、まつげにダメージはあるのかもしれない。ビューラーもダメージあるからねでもね、でもね、上がると嬉しいからね。竹串っておでん、たこ焼きとかをに入っ、食べるときに入ってるし、今メール来た、お、今メール届いた、こんばんこんばんは。あの、みまる、みまる、みまる、長めの、そうそうそう、まあ、ほぼなんか爪楊枝みたいなやつだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ももちゃんは変わらずずっとももちゃんだなと。ももどうかな。変わったイメージ。4年前からみんな。
し、どうなんだろう、変わったんかな、変わらないかな、分かんないけどあでも性格はあまり変わってない気がするんだよな。でも雰囲気もあんま変わってないかも、いい意味で変わってないと思う。本当に嬉しい。2年前分からんけど、いやでもちょっと前とかさ、まあ、2年前とか1年前とかさ、全部成長本当に本当半分大人半分子供面白い。確かに前はほんまに子供みたいな感じだったよね、大人っぽいって感じも多くなってるんかね。でももーちゃんやっぱりもーちゃんだでもさ、でもなんかね、ママにもね、あんまりなんかそう、ももさんはももなんって感じって本当に言われる。なんか結構友達でもすっごい雰囲気変わったねっていう子もいるんですよ。そう、でもあんまり変わってない気がしてる、自分も、自分は周りには結構もうガラッと変わった子も多いけど、あでもねむこちゃん変わんない、中学校からずっと変わらんこんばんは、こんばんは。ツッコミが的確にツッコミ担当だから1センチで美容レベルアップしてる、嬉しい。ももさんと呼ばれてる、リアチューももさんって呼んでくれてるよねももさん呼び慣れた。でもなんかね、ももさんはなんか言われると思ってなかったんよ、絶対ももかさんかももちゃんさんかだと思ってたから、ももさん、あももさんなんだと思って思ったよね嬉しいよ。で慣れてはないかも、まだなんかさん付けは慣れてないね、本当に。リッセンさん、どうなんだろう、呼ばれることもあるのかな。で、褒め丸はヤッホーって意味だよじゃあ、いやね、なんかももさん言う、ももさん、でも中学校の時はももかさんだったから、そう、後輩ちゃんとかが呼んでくれるの、そう、だからももさんに新鮮味を最近感じてるそう、しっかりした感じ。それな、なんかももさんって言われたらめっちゃすごい先輩って感じするけど多分そんな感じのイメージはない気がする、私に。私はそう、なんかやっぱももちゃんって感じがするってよく言われるから、でも3期生ちゃんからのイメージわかんないけど、思うのしっかりしてるって思われてるのかな多分ずっと一緒にいたら絶対バレるんよね、ずっとっていうか長い時間喋ったら私がももしっかりしてないってことがわかる。忘れ物多いのはまだバレてないと思うよまだバレてないと思うよ、多分その部分はまだ見せてない。怖いからしっかりしてそうに見える気がする。そうかね、
そうかね。いやもうね、 2.5 期生ちゃんは絶対分かっとうよ。私が結構なんかポケットしとること分かっとると思う。そう、3期生ちゃんは分かんないけど分かってるかもしれない。訓呼びしてもらっていいね。訓呼びラジオまだ聞いてないけど前屈したの。そうなんよ、超絶対前屈があってやったけど痛すぎてびっくりしたそう 2.5 期生私結構話すよ。ももさんって呼んでみてリアクションみたいな。え、本当になれないのよね、ももさんって呼ばれるのっていうかもうももかさんもなれない。でも本当に中学校の時はももで後輩ちゃんからももかさんって呼ばれてたから、 ST 入った時はももちゃんって言われるのもちょっと新鮮だったけど、もう今はももちゃんがもうって呼ばれるのが逆に普通になってるから、そう、リッセンちゃんも嬉しいこんばんこんばんは。コールモーさん笑ってしまうわそれはあはっと、そう、おもちゃのおもちゃ感想ね。おもちゃん、こんばんこんばんは。寝織りの感想のおもちゃ感これ私もこれ好きだよ。でもね、まだ間違えたことがないんですけど、あれ間違えたらどうなるんだろうと思っていつも思いながら映ってる。怖いな。ちょっと一人めっちゃ注目されてるところで間違えてしまったらもうダメだと思っていつも緊張してる。実は今もメンバーの膝に、うん、っていうかこの間の話し会で池ちゃんがもせんちゃんここに来てって言って膝に強制的に乗ってた嬉しい今でも膝には乗ってますね。メンバーの減ったとは思うけど、前より昔の方がそう乗ってた気がするけど、こんばんこんばんは。メンバーの膝似合う似合う池ちゃんテレビね、私見たい、絶対見ようと思って。いやそう池ちゃんすごいよね。だってさ、もうさ私と年齢は1歳差なんですけど、私がもし鬼レンチャンに出てたら1曲目の最初の一文字からずれると思うんですよ。もう緊張して楽譜がーってなりながらもうすぐに脱落しちゃうと思うのに、あんなにうまく堂々と歌えてるの本当にすごいなっていつも思う。そう、鬼レンチャンどころもう一世目からもうずれる絶対なるから、もう本当にすごいよ、本当にすごいよって思いながらいつも見てるテレビを。そう、池ちゃんはせんちゃん、そうなんよ、せんちゃんっていうの呼ばれてる。
ももちゃんが特技で何か、ももちゃんの特技は本当になんだろう、ももの特技で出れるとしたらなんもない、どうしよう、本当にフラフープフラフープしかない出れんこれじゃあうまくなってる、ありがとう嬉しい、歌頑張ってます。ダンスの先生にもダンスじゃなくて歌の方が褒められる最近そう、フラフープ、そのなんかフラフープがうまいっていうか、フラフープしながら走りながらあやとりっていう組み合わせたことによって結構いい、できるいい感じじゃないみたいな特技だからテレビに出れる特技はないですね。もうか一輪車、一輪車乗れると思うよ。ももちゃん先生に怒られやすい、怒られにくい、ねどうなんだろう、私は怒られやすいのか怒られにくいのか分からなくなってきた何だろう、どっちだろう。え、でも学校の先生とかに怒られたことないかも、全然そんなない気がする、そんなに。でもあんまり学校の先生とは仲良くなれないんですよね。先生とあんまり仲良くなれないひひ多分なんか三者面談で何か言われたりみたいなことは一回もないはずだよ。生理は本当そうなの、ダンスの先生に声量だけを、声量ばっかり褒められてダンス見られ、ダンスじゃないよそこみたいな、うん、ダンス好き、ありがとう。ダンスもでも好きだよ、私習ってたし。そう、シティユーではよく怒られる。STU では怒られて、STU では怒られてないと思います今まで全然。でもそうね、マネージャーさんとかに怒られたことがないかもしれない、ない。本当にダンスの先生に怒られて一日中泣いてたこと以外はないですね。マネージャーさんとかにはない。そう、年下に怒られたこともない年上の方にもない人生で一番怒られたの、人生で怒られたのは、ママか、ママか、ほんまにあの一回だけのダンスの先生しかないあれが一番今までで怒られたダンスなんで怒られたの、わからない。わからないですね、なんで怒られたのかあんまり。そう、遅刻とかもなんか渋滞で1分とか2分遅れちゃったりとかはあったんですけど、なんか寝坊しちゃったみたいなことはない気がする。もう悲しんでたもん。そう、結構ね、へこんでる時にガーンってきたから
あの時は結構悲しかったね。寝坊で会社遅刻して反省文5枚も書かなきゃいけないの？え、でもそんなにね、なんか悪いことをしたことはないはずなので、あんまり怒られてないと思う。そう、配信見返したんですよその時ごめんね、荒ぶってたでしょ。泣きながら配信してた記憶が蘇ったそっか、2回ぐらいあるかもしれない。2回ぐらいその配信してるわ。もうか、こんばんは、こんばんは。5番目のチェックで止められたことはないです。そんなそんなこと書かないから、そんなダメなのかな。うん、もうあんまりなんか自分の気持ちをメールに書いたりもしないから、基本明るいメールしかさ送らんやん。だからね、そう、幕を下ろした時は怒られなかったけど、もうももがもうずっと「ごめんなさい」って本当にごめんなさいって言った。そう、あ、そう、5時はね教えてくれないの。そう、本当にその時は本当に自分が悪いけん、怒られても私が悪いから本当に必死に謝ろうって思ってたけど、あんまりそのわざとじゃなくて本当に肘が当たってただけだったからあんまり怒られなかったけど、もう本当にあの反省しました。し、怒られても全然おかしくないなって思った。思ったってか当たり前、怒られるのが当たり前だと思ったからうん、本当にごめんねって思ったよあの時は。去年の3月10日の配信すごく心がえぐれ、辛いお仕事がちょっと思っちゃった。怒ってた、怒ってたっていうか悲しんでたなんか、画面もへこんでた人いる。そうなんよね、結構なんか全体的に心がぐさってきたロケがあって、何人かなんかもうそう、ずっとメンバーとあーもうへこんでた、へこんでたっていうか、我慢しずに話すときはメールじゃなくて配信。そうだね、配信でもなかなか言わんけど、多分今まで数回だと思うかが、なんかちょっとな涙してる配信は、え、10回もしたかな、わかんない、10回もしてない気もするけど、したかもしれない大体はママに怒られたとかママに怒られたか
そのお仕事の関係でちょっとなんかあったか。数えてる人いる？わかんない。でも比較的めっちゃ少ないと思う。多分基本へこんでても笑える人だから笑ってたと思う。あ、その困って泣くってことはあったけど、そのそうそう、加入当時に困ってどうしようってなって泣いちゃうことはあったけど、その心が辛くて泣くっていうのはあんまりない気がする。泣き顔好きな私、泣き顔、なんか泣き顔の顔があるよねって言われた前。なんか泣く寸前の顔があるらしい私の。自分じゃ別に今やってって言われたら分からんけど。50分になったら教えて。そう、溜め込んでないか心配ではあるけど、あったけど本当に。でもなんか溜め込むこといっぱいあったけど、溜め込んだことを言っちゃったら言っちゃいけんこともある気がしたから、なかなかねみんなに伝え方が難しかったんよね。そうだから、その時はもう、そう、いっぱいね言いたかったことあるんだけど、印象は強いけど回数はね、あんまりないよね。なかなか言えないからこそためこいや、なんかこれは言わん方がいいかもって思いすぎて全部言えなかった。そう、こんばんは、こんばんは。いっぱいある、いや全部そんなすごいとかではないですね、その時っていう感じ。こんばんは、こんばんは。はい、ありがとう。いいえ、でいいかわからないこと、そうなんや、わからんこともあるけど、50分だ。ファンの皆さんの名前が猛虎組に決まったのは2020年2月、この日ね、約2年前。え、そっか、じゃあもう猛虎組さんはもう2年記念なのか。あっという間だ。思い返した、いつも頑張ってたな。いやいや、ありがとう。あ、そう、心配かけたくないの気持ちが強いね私は。そうなんよ、なかなか言えないこともあるのが辛い、ね、そうね、全部説明ができないと難しいからね、伝えるのが。私なんか説明ができずにへこんじゃってたら、みんなもなんでさへこんでるのかわかんないけど、わかんないみたいになっちゃうから、そう、出してなかった。最後の日まで笑う、うん、笑うね。最後の日まで笑うね。そろそろ読もうかしらね。改めて思うけどさ、優しい。うん、そんなことないわよ、ギリ間に合った。お、ありがとう、急いで駆けつけてくれて。10歳のしょうさん、ありがとう。12の羽馬さん、ありがとう。11位のエイトさん、ありがとう。10位のたかきさん、ありがとう。幕張お話し会の枚数過去一最高枚数、いっぱい話しよう、待ってる、楽しみ、いっぱい話そう。
9位の台湾高尾さんありがとう、8位のコリーさんありがとう、7位のイチルさんありがとう、6位のヒロピーさんありがとう、5位のお疲れさんありがとう、4位のてつさんありがとう、3位のふみさんありがとう、毎日もーさん大好きうふふありがとう、2位のふくちゃんありがとう、でこなしもーちゃん好きです、久しぶりかもしれない嬉しい、1位のルシさんありがとう、ずっと岡のそばがいいありがとう、お1時間に1回可愛い好きは言えないから 1日1枚写真ポストしてします、え嬉しい、してくれてたよねもうすでに、ありがとう、ありがとうございました、今何分だい、教えて教えて、残りのお仕事も頑張る、ちょっとダンス練習しようか、53分教えてくれてありがとう、ゆかさんは後でうどんを食べますうどん食べます、明日頑張る、いいでしょう、トマトも食べますお菓子も食べますどんだけ食べるねんってねお腹減った、冷蔵庫にあるんじゃない冷蔵庫にあると思いますので、皆さんも冷蔵庫を開けてみましょう、今から寝るの早いね、アイスはちょっと今はね持ってないや、食べちゃったわこの間、またね、バイバーイ、また明日。